こんにちは、ゆうしゅきです。動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPadOS18 についてご紹介していきます。先日 iOS18 が配信されて、同時に iPad、Mac でも OS のアップデートが配信されました。その中で iPadOS18 をインストールすることによってどのような変化があるのかまとめてみましたので、ぜひご覧ください。で、今回の iPadOS18 についてはアップデート内容はほとんど iOS18 と一緒です。で、まずこの iOS18 と共通していることなんですけども、まずホーム画面の自由度が上がったことですかね。この自由度が上がったことについては、このアプリの配置が好きな場所に配置できるようになりました。これで背景の見たい部分を開けることができるようになったんですよね。そしてこのウィジェットについては、このように大きさも変更できるようになっています。またホーム画面長押しして、この編集ボタン、そしてカスタマイズから、前回のような画面からダークモード、そして色合いの調整で、このようなアイコンの色を統一することもできるようになりました。あとアイコンについては、この小台が追加されているんですけども、この台をすることによって、このようにアイコンを大きくすることもできます。で、こちらのコントロールパネルも自由度が上がって、まあ、従来はこの画面一つだったと思うんですけども、他にもまあミュージックだったりとか、ホームとか、あとまあこんな感じで他の設定とかも画面をワンタップで切り替えれるようになりましたし、またこちらについてもアイコンの大きさを変更できるようになったりとか、他の機能も追加できるようになりました。そしてアプリを長押しすることで、このタッチ ID を必要にする、もしくはフェイス ID を必要にするが追加されて、こちらを選択すると、このようにタッチ ID を必要にする、非表示にしてタッチ ID を必要にする、この設定ができるようになりました。タッチ ID を必要にすると、アプリを開く際にタッチ ID が求められます。そして非表示にしてタッチ ID を必要にするにすると、このようにアプリを非表示ということができて、ホーム画面から消すことができます。この消したアプリについては、この画面のこの非表示、こちらを選択するとタッチ ID もしくはフェイス ID で表示させることができて、再度タッチ ID もしくはフェイス ID でこのように入ることができるようになります。そして他にも追加された機能として、ゲームモードが追加されました。このようにゲームモードオンになっていると思うんですけども、このゲームモードがオンになると、バックグラウンドで動いている他のアプリを極力オフにする機能です。これによってゲームが快適にできるようになりますよっていう機能なんですけども、まあ、こちらについては前回にもお話しした通り、まあ、かなり補助的な機能で、まあ、体感としてめっちゃ快適になるかって言われたら、まあ、そうでもないかなと、ちょっと実感しにくかったですね。そしてここからはアプリについてご紹介していきます。まず目玉として、このパスワードアプリが追加されました。このパスワードアプリでは、まあ、アプリとかブラウザでログインするためのパスワードなどが自動で保存できるアプリとなっています。またこのアプリからパスワードの確認や削除なども可能となっています。そして次にサファリなんですけども、こちらも iPhone 同様、広告などを非表示にすることができます。やり方は、この検索欄のこのアイコンをタップして、気をそらす項目を非表示、そして非表示にさせたい場所を選んで、こちらを押すと、このように消すことができます。また他にも、先ほどと同じアイコンをタップして、で、こちらのアイコンをタップすると、このような検索欄を表示させることができて、まあ、このように全体が暗くなって、で、検索にヒットしたところだけ明るくなるようになります。これでページ内の気になっている部分を見つけやすくなりますね。そして次に、こちらのカレンダー、このカレンダーアプリでは、このプラスボタンからリマインダーもこちらで記入して追加できるようになりました。またこちらの写真アプリ、こちらについては、まあ、このような画面だったと思うんですけども、こちらを下にスワイプすることで、まあ、お気に入りとか、またアルバムとかもすぐにアクセスできるようになりました。以上が iOS18 と iPadOS18 で共通している変更点となります。詳しい内容については前回動画にしていますので、気になる方はこちらをご覧ください。まあ、ここまでお話しして、 iOS18 と機能が一緒なら、まあ、そこまで見新しいものなくない、 iPhone で良くないって思うと思うんですけども、 iPadOS18 の独自の強みもあります。まずこちらの計算機ですね。計算機は iPhone でもあるんですけども、
この計算機って実は iPad ではずっとなかったらしいんですよね。 iPad で計算機なんか使ってたような気がしたんですけども、実はなかったっていうことに正直驚いています。で、この計算機については基本的に iOS18 で新しくなった iPhone の計算機と一緒です。この左上のアイコンタップすると履歴を確認することができますし、この左下のこのアイコンを選択することによって、まあ、関数とか計算メモとかも表示できます。そしてこの iPad での強みとしては、画面にも表示されている通りこの関数のグラフが追加できるんですよね。追加方法も簡単で、ちょっと新しくしますね。このように書いて、で、グラフを挿入。そうすると、このようなグラフが出ます。さらには、まあ、このような計算式を書いて、で、こちらのグラフを挿入すると、このように関数式のグラフも挿入できるんですよね。これが iPadOS 独自の強みで、まあ、関数って大人になると結構忘れてるじゃないですか。で、多分子供に関数とかも教える機会あると思うんですけども、この機能を使うことによって、親とか、まあ、教師の方はすごく嬉しい機能だと思いますし、また、関数を勉強される、まあ、特に関数だと、まあ、中学生ぐらいですかね。まあ、そのぐらいの奥さんも、かなり勉強がはかどると思います。これが iPadOS での計算機の強みとなります。で、最後にご紹介するのは、このメモアプリですね。まずなんですけども、この画面上のこの、この文字を押すと、まあ、このような一覧が出るんですけども、こちらの見出し、にすることによって下の見出しまで本文を折りたためる機能が追加されました。これで特に用のない内容については折りたたんで、これで必要なところだけ表示させることができます。またここからこのボタンを押すことで文字の色とこの文字の周辺の背景を変更することができます。これによってひときわ際立つので、まあ、どの内容が重要なのかもう一目でわかるようになりますね。で、さっき押したボタンのこの横のボタンをで、このように色も変更することができます。これで目立たせたい部分の内容によって色を使い分けて、まあ、より見やすくすることができますね。そしてこのメモアプリでこの書いた文字をこのように選択することができるようになっていて、で、投げ縄ツールなしでももうこのように自由に移動させることができるようになりました。メモアプリについては以上なんですけども、先ほどご紹介したこの折りたたみやこの文字を目立たせる機能については iOS18 でも対応している機能なので、 iPhone と iPad 両方持っている方に関してはこの機能うまく使ってみてください。以上が iPadOS18 でできるようになった機能になります。まあ、今回のアップデートによって iPhone と同じく iPad でも画面の自由度っていうのは上がったと思いますし、また Apple 純正のアプリに対してもアップデートが入ったっていうことでより使いやすくなったと思います。今回は iPadOS18 についてのご紹介でしたが、もうほとんど iOS18 と共通していることなので、今回ご紹介した機能をうまく使って iPhone と iPad 両方便利に活用してみてください。今回の内容は以上となります。このチャンネルでは生活で役立つガジェットについての動画を投稿しておりますので、チャンネル登録していきますと動画投稿の励みになります。次回の動画でお会いしましょう。それでは。